A young boy reads the Bible, and his eyes 少年が聖書を読み、聖文のある聖句に目を留めます。これが世界を変えることになる瞬間です。この少年は自分を真理と救いに導くことができるのはどの教会か知りたくてたまりません。ほとんどすべてのことを行った後、今度は聖書を手に取り、次の言葉が目に入ります。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。少年はこの言葉を何度も何度も思い巡らします。暗闇にかすかな光が差します。これが答え、すなわち混乱と暗闇から抜け出る方法なのでしょうか。こんな簡単な方法なのでしょうか。神に願い求めれば答えていただけるのでしょうか。ついに少年は神に願い求めるか、それとも暗闇と混乱の中にとどまり続けなければならないか決めます。少年は知りたくてたまりませんが、目立たない隅の方に走っていってそそくさと祈りを済ませたりはしません。まだ14歳ですが、早く知りたいとはいえ軽率なやり方で尋ねたりはしないのです。これは単なる祈りではないのです。少年はどこに行っていつ尋ねるかを決めます。神と話す用意をするのです。そしてその日が来ます。それは1820年の早春、美しい晴れた日の朝のことです。近くのひっそりとした木々が高くそびえ立っている林の中へ一人で歩いていきます。前もって決めておいた場所に着くと、ひざまずいて心の願いを述べます。次に何が起こったかを少年は次のように描写しています。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上にとどまった時、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、ジョセフよ、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。ここで起こったことのために、わずか24年後、ジョセフ・スミスと兄のハイラムは死ぬことになります。ジョセフは17歳の時に天使から、私の名前は良くも悪くも全ての民の中で語られるであろうと告げられたと言っています。末日聖徒イエス・キリスト教会は全世界に広がっており、この予言は現在もなお成就し続けています。反対や批判、敵対は真理につきものです。人の目的と行く末について真理が明らかにされるときには、必ずそれに反対する力が現れます。エデンの園にいたアダムとエバに始まり、キリストの共同の技を得て現代に至るまで、欺き、道を踏み誤らせ、反対し、命の計画を損なおうとする動きは常にあるでしょう。反対され、試練を受け、拒まれ、打たれ、見捨てられ、十字架にかけられたお方、万物の下に身を落としたお方で、最も多く泥を蹴りかけられて土煙が舞い上がったお方を探してください。そこに皆さんは真理、すなわち神の恩子、人類の救い主を見出すでしょう。人々はなぜこの方を迫害したのでしょうか。なぜでしょうか。それはこのお方が真理であられたからであり、真理は常に反対に合うからです。次にイエス・キリストのもう一つの証やその他の聖文を世に出した人、主の御手に使われて完全な福音とイエス・キリストの教会を地上に回復した人を探してください。その人を探してください。その人の上にも迫害の土煙が待っているはずです。人々はなぜその人を迫害するのでしょうか。なぜでしょうか。それはジョセフが真理を教えたからであり、真理は常に反対に合うからです。ジョセフ・スミスにあふれるほど注がれた啓示により、彼が確かに神の預言者であったことが分かります。その啓示のいくつかを見てみましょう。
ジョセフを通して明らかにされたいくつかの光と真理について考えてください。それらは当時一般的に信じられていたことや今日一般的に信じられていることと明らかに異なっていました。神は人の形をしており、聖霊されたお方、永遠の父なる神であられる。神は私たちの御父であられる。父なる神とイエス・キリスト、聖霊は別々のお方であられる。皆さんはただの人間ではありません。皆さんは永遠の父なる神の子供なのです。もし御子を信じる信仰を持って悔い改め、儀式を受け、聖霊を受け、最後まで耐え忍ぶならば神のようになることができるのです。今日あるイエス・キリストの教会は、イエスが地上で務めを果たしておられた時に組織された教会と根本的に同じであり、使徒や預言者、メルキゼデク神権とレビ神権、長老、大祭司、執事、教師、ビショップ、七十人など、すべて聖書に書かれているものがあります。神権の権能は救い主とその人が死んだ後に取り上げられ、再び現代に回復されました。啓示は絶えておらず、天も閉じていません。神は今日預言者に語りかけ、皆さんにも私にも語りかけられます。この世の次にあるのは天国と地獄だけではありません。数々の栄光の位があり、私たちがこの世で何を行うかが大きく関係します。私たちはキリストに対して単に行いを伴わない信仰を持つのではなく、あらゆる思いの中でキリストを仰ぎ見、私たちが行うすべてのことを御子の皆によって行い、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守り、いつも御子の御霊を受けられるようにしなければなりません。福音を知らずに生きて、救い主に必要な儀式を受けないまま死んでいった無数の人々は失われてはいません。キリストの贖罪を通して全人類は聖者と使者に施される福音の律法と儀式に従うことによって救われ得るのです。すべてが誕生で始まったわけではありません。皆さんは誕生する前に神の息子娘として神の身元に住んでいて、この死すべき人生のための備えをしていました。結婚と家族は死が分かずまでという人の作った伝統ではありません。これらは神と契約を交わすことによって永遠のものとなるようにとされています。家族は天の規範なのです。そしてこれはジョセフ・スミスに与えられたあふれるような啓示のほんの一部でしかありません。これらの啓示、闇に光を与え、疑う心に明確な答えを与える啓示、何百万もの人々を鼓舞し高めてきた啓示はすべてどこから来たのでしょうか。ジョセフ・スミスが自分で考え出したのか、それともジョセフは天の助けを受けていたのか、どちらの可能性が高いでしょうか。ジョセフが書いた聖文は人の言葉のように聞こえますか、それとも神の言葉のようでしょうか。ジョセフ・スミスが成し遂げたことに関して論争はありません。問題はただ彼が成し遂げたことをどうやって行い、なぜそれを行ったかということのみです。選択肢は多くはありません。ジョセフが偽善者だったか預言者だったかのどちらかです。その技を自分一人で行ったか、天の助けを受けて行ったか、証拠を見てください。あらゆる証拠です。一つの出来事ではなく、ジョセフの生涯全体を見てください。最も大切なことは、少年ジョセフのように咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めることです。そうすれば与えられるのです。これはモルモン書が真実かどうか、ジョセフ・スミスが真の預言者かどうかを知る方法であるばかりでなく、全てのことの真理を知る方法でもあります。今日トーマス・エスモンソン大官庁が預言者であるように、ジョセフ・スミスは預言者でした。ジョセフ・スミスを通して神の王国の鍵が再び地上の人に委ねられており、あたかも人手によらずに山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むように、そこから福音は地の果てまで転がり進むのです。神は私たちの永遠の父なる神であり、イエスはキリストです。私たちはお二方を礼拝します。このお方たちの創造の技と救いの計画、
神の子羊の贖いの犠牲に比べられるものは何もありません。この真剣時代に私たちは御父の計画を成し遂げ、ジョセフ・スミスを通して回復された福音の律法と儀式に従うことによってのみ得られる贖いの実を味わいます。私たちは永遠の父なる神と世の救い主イエス・キリストについて証しをします。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。